どうも皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら。本日もファンダム様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで今回はどのレベルなのかしら。今回ご紹介するのはザ・ドリームスケープと深く関わってくるエンティティ、シェイプリングです。ここはどんなレベルなのか早速見ていきましょう。まずはザ・ドリームスケープの基本情報です。ザ・ドリームスケープこと、夢の風景、はザ・バックルームズ、ザ・フロントルームズの外側にあるような場所です。あと今回の情報は、ファンダム様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。夢の風景は、定義上レベルではなく、それ自体が全く異なる次元のものです。この領域は一見有限で、ザ・フロントルームズ、や、ザ・バックルームズ、よりも魔法的幻想的な性質を持っています。さらに、その次元を体験できるのは、寝ている時だけです。しかし、カウアー研究機関によると、この次元はザ・バックルームズに近いか、より強い関連性を持っているようです。放浪者は、ザ・バックルームズで夢を見ている間、より強いつながりを感じ、より一貫したまとまりのある夢を見たという報告を積極的に受けています。さらに、多くの人がザ・バックルームズで見た夢を、より鮮明に思い出すと言います。その性質は、人間の精神では物理的に記述理解できないとの指摘もあるほどで、その外観や構造は未知数です。すべての概算は、放浪者の一貫した報告によるものです。しかし、この次元の本当の姿は、宇宙の星雲と自然の穏やかな風景が混在する超現実的な広がりであると多くの人が信じています。しかし、夢の風景の姿は、何にでも変化する可能性があります。夢の風景は、壊れたものと違って、別の領域と共生関係を持ってはいませんが、他の全ての次元に影響を与えます。この次元は他の何よりも漂っているように見え、住民が眠りにつく時に階の次元が部分的に経験するより高い次元です。多くの夢は、不純なつながりのために、夢の風景の想定される姿と異なって見えるかもしれないわ。放浪者の記憶が人間の心を曇らせて、夢の風景の周囲を歪ませるの。理由は不明なのだけれど、純粋な接続がザ・バックルームズには多いのよ。多くの人は、この次元が完璧に近いと思い込んでいるわ。この領域にアクセスできるのは睡眠時のみなのだけれど、放浪者が完全に集中して、雑念に影響されないとき、この領域は人に真の平和と静寂を提供するでしょう。最後にエンティテよ。この領域に住むことが確認されているのは、シェイプリングだけね。シェイプリングは、現実とは異なる動物が混在したような神話的なエンティテよ。無限の世界を自由に漂う、受動的な生き物ね。時折、トラブルに見舞われた放浪者にアドバイスや洞察、予知を与えることがあるわ。さて、ここからはシェイプリングについて見ていきます。エンティティ中にはシェイプリングとも呼ばれ、無限の世界に住む有限なエンティティです。これらの魔法動物は、基本的な現実世界の動物に似ており、混在しているため、シェイプリングと呼ばれています。ザ・バックルームズには存在しませんが、かなりの数の放浪者が一貫してこの生物の夢を見たと報告しており、特に、レベル24、レベルマイナス599、レベルマイナス382、で顕著です。なお、シェイプリングは睡眠中であれば、無限の世界内、つまりほぼ全てのレベルに出現することができますが、遭遇することは稀で、この生物に関する情報も乏しいです。シェイプリングは通常、放浪者の夢の中で、普遍的な星雲を背景に、あるいは自然の場所で、あてもなく浮かんでいるように見えますが、これは無限の真の姿と推定されています。ほとんどの目撃者は、これらの生き物の夢を見ている間、穏やかな感覚を報告し、超現実的で美しいものとして認識しています。ほとんどのシェイプリングは無限の世界をただ漫然と旅していますが、シェイプリングが更新したり、放浪者に未来に起こることを警告したりすることも報告されています。しかも、その予測は常に当たっているようで、その存在意義はさらに高まります。人間とシェイプリングの結びつきは、精神的に良い影響を与えるようで、ほとんどの放浪者は爽快な目覚めを迎えるようですね。次に行動です。シェイプリングは平和的で、放浪者が彼らと争ったという報告はありません。しかし、狂気のようにシェイプリングが放浪者と交信し、危機が迫っていることを警告しようとする例がいくつかあります。シェイプリングの予言の正確さを考えると、放浪者はシェイプリングの言うことを考慮すべきです。話すときは口を開かず、テレパシーで人の心に直接語りかけます。シェイプリングの声は、人によって特に異なりますが、多くの放浪者は、彼らの声を滑らかでありながらクリアだと表現します。次に発見ね。データベースに記録される以前から、超
超現実的な動物の夢を見る放浪者の噂が絶えなかったことから、シェイプリングは常にザ・バックルームズを往来する人々の夢の中に現れていたと推測されるわ。シェイプリングは現実ともザ・バックルームズとも別の次元である無限の世界に生息しているから、このような夢をザ・フロントルームズで見ることができるかどうかは調査ができないし、行われたこともないので不明ね。しかし一般的な説では、ザ・バックルームズのグリッチされた現実は無限に近いので、その次元の真の最も原始的な本質に、より純粋に、よりクリアに、より直接つながることができると言われているわ。一般的な考えとは異なるのだけれど、シェイプリングのデータベースへの登録はカウアーの提案ではなく、ザ・バックルームコロニストによるものだったの。放浪者の夢の中にシェイプリングが頻繁に現れるとされるレベルマイナス599を発見し、植民地化した後、植民地化した人々は以前の噂に加え、基地の情報を記録整理しデータベースに提出したの。それ以来カウアーはこの調査の継続を担当し、複数のレベルの被験者に対して複数の睡眠実験を行っているわ。というわけでザ・ドリームスケープの解説でした。ザ・フロントルームズでもザ・バックルームズでもない夢の中の世界か。幻想的で美しかったわね。たまにはこういうレベルもいいわ。というわけで今回はここまで。リクエストは概要欄、コミュニティの投稿、ツイッターの自己紹介欄のリンクからどうぞ。ご視聴ありがとうございました。